じゃ。こんにちは、日高さん。はい。ついに侍ジャパンが決定しました。ねえ、発表になったね。発表になりました。どうですか？まあどうですか？まあ当時から、はい、菅野、青柳、はい、岩崎、これ阪神勢だよね。はい。森下、山本、まあエースだと思うけど。はい。マー君、山崎、はい、DeNA ね、で栗林、大野、中川、平良と、こういうメンバーが選ばれた。でキャッチャーで言えば、はい、甲斐、相澤、うん、まあ鉄板かなと思ってたけど、はい、これ相澤が昨日怪我したんだよね。そうですね、ちょっとまだ怪我の具合の詳細が出てないようですが、いや一人で歩けなかったんだよ。そのぐらい重傷だったから、うん、ここをどうするのかなって思ってて、はい、で内野手、はい、まあ、山田哲人、源田、はい、浅村、菊池、坂本、村上、はい、で外野手、近藤、柳田、栗原、吉田、鈴木と、はい、いうふうに、まあ、非常に見れば、あ、各球団のスターたち、うん、まあ、すごいメンバーが選ばれたなっていうふうに。で稲葉監督もこのメンバーで金メダルを目指すと、はい、いうことを、まあ、強いなんか意思表示があったけど、はい、まあ、俺の中でなぜこの選手が選ばれてないのっていうのがちょっとあって、はい、なぜ、なぜとか青文字で書かれた選手ですね、はい、これピッチャーからいくとさ、はい、宮城オリックスの、はい、で左ピッチャーでは今ナンバーワンじゃないかなっていう投手なんだけど、うん、このメンバーが選出から漏れたという。で中日柳、この選手が、まあ、三振ダッシュとかさ防御率とかも考えて選ばれてもいいのになっていうふうに、まあ、確かにパワー系のピッチャーじゃないけども、はい、非常に低めにコントロール制球よく投げてくるピッチャーで、あ、柳は選ばれないんだって思ったのと、はい、で松井、楽天のね、はい、でやっぱこうずっと抑えをやってるピッチャーって精神的にも強いと思うしね、うん、はい、で松井が選ばれてないこと、はい、まあ、加山、高梨、まあ、ソフトバンクとジャイアンツなんだけど、はい、ここ見るとさ変則って言われるのが、うん、青柳しかいないんでね、これ右ピッチャーで、はい、阪神の、はい、で左の変則これも必要なんじゃないかなっていうふうに俺は思ってて、うん、で、まあ加山でもいいし高梨でもいいし、はい、まあ状態のいい方を選べばいいのになっていうふうにちょっと俺は思ってたんだけど、うん、で外国人に対した時にオーソドックスなピッチャー、うん、速いピッチャーっていうのは結構打ち込まれるんだよね。なるほど。で逆に言えば変速だとか球が遅いとか変化球を駆使するとか、うん、そういう投手陣が非常に有効なわけね、はい、うん、海外の試合だとより有効に働くより有効になるということですね。だからマー君なんかは、はい、日本に帰ってきて圧倒するまっすぐっていうのはそんなにないけど、はい、変化球を多めに使ってて、はい、これやっぱりメジャーで培ったものだと思うんだよね。今海外向きにこうチェンジしていったというか、リノベーションしたというか、そういう感じですかね。そうそうそう。だから逆に心配なのは山本とか、はい、そういう選手がまっすぐでどんどん行った時に打ち込まれる確率も高いというね。なるほど、うん、だからまあ投手陣はマー君を柱に、うん、いろんなこう外国人の対応の仕方、そういうのを聞いたらいいよね。はい、そうですね。ただやっぱこう俺左の変色は俺このメンバーに対して文句はないんだけど、はい、なんかなぜこれを入れなかったのかなっていうのが変色をね。あとは左の柳、はい、左の宮城、はい、で右の柳、これ両方とも先発で、はい、なんで入ってこなかったのかなっていうのはちょっと不思議だったよね。うん、キャッチャー部門でいけば、はい、甲斐はもう鉄板で決まりだと思うんだよね。はいはい、甲斐はもう本当に優秀なキャッチャーだし、うん、まあおそらくレギュラーとしてマスクをかぶると思うんだけど、はい、相澤が昨日怪我をした、うん、じゃあ誰がいるんだと。そうですね、そしたらやっぱもう梅野か森しかいないんだよね。うん、で中日の木下っていうのもいいんだけど、はい、やっぱこう経験値からいろいろなことを考えると、はい、梅野か森なんだよね。うん、だから相澤がどうなるかによってこの2人のどっちかが入ってくるかなっていうふうに思うよね。これは怪我の状態などによって、うん、こう入れ替わりっていうことはありますか？あるある、うん、でもね今年の成績からすると、はい、やっぱ相澤よりはやっぱ梅野だったよね。うん、うん、
まあここら辺埋めるようになってくるのかなっていうふうに。なるほど、うん、やっぱこうパ・リーグとセ・リーグ、うんね、パ・リーグとセ・リーグのピッチャーがいて、はい、やっぱりよりセ・リーグのピッチャーを梅野が知ってるから、はい、やっぱりリードもしやすいというところを考えて、で梅野と入ってやっぱ両方ともバッティングのいいキャッチャーだから、はい、勝負強いしね2人とも、うん、だから併用で使えるということになってるよね。で内野手、はい、なぜ岡本が外れてんのかなって思うんだよ、うん、で岡本の守備っていうのは本当にうまいしさ、はい、で打点が一番今打点王なんだよね、はい、今の現時点で、はい、で勝負強さもある。なぜ岡本が外れたかなっていうのが、うん、俺不思議でしょうがないんだよ。このメンバーの中で一番不思議でしょうかね、豊かさの中で。俺は不思議だね、うん、やっぱ岡本ってさ、やっぱジャイアンツのあのプレッシャーのかかる中で4番を務めてて、はい、で不振から脱出してね、不振だ不振だって言われながらも打点を一番多く上げ、うん、まあ、ホームランも打ってるというね、はい、今村上に次いで2位ぐらいにつけてるという。なぜ岡本が外れるのかっていうのが、うん、ちょっと不っていうかね、このメンバーを見た時に、うんうん、これは思う。なるほど、うん、で外野手佐藤と近本が外れてる。やっぱね、まあ、近本から話すと、近本っていうのはやっぱ足も使えるし、うん、やっぱレギュラーとしても一番打てるし、はい、バッターとしてね、はい、でなぜ近本がいないんだろうと思うんだよね、うん、こう選ばれた人を見ていると、うん、こう足が速い選手っていうのは、まあ、柳田だよね、はい、柳田、はい、まあ、源田、まあ、山田っていうのが、はい、山田哲人はあんまり走ってないんだよね。だから足の状態がそんなに良くないんじゃないかな、うん、だからまあこの中で走れるのは源田、はい、まあ菊池ぐらいかなと思うんだよね、うん、それやっぱこう足っていうのはさ、すごく重要なところで、はい、なぜ近本も選ばれてない、そうなんだと思って。で佐藤、はい、これはルーキーで選ばないのかなと思ったら、はい、栗林が選ばれてるんだよね、唯一ですね、広島でね、で、はい、うん、で佐藤なぜ選ばないのか、うん、外野手に今入っているので、うん、要するにこう内外野守れるという、そうなんだよ、ことです。内外野、まあ言えば、まあどこでもって言ったら変だけど、うん、内外野守れる佐藤をなぜ外したのかなって思うよね。それはやっぱりこう経験とかそういったことも考慮に入りますか。まあ入れたんだろう。まああとはプレミアっていうのがね、はい、プレミアでこういろんな大会に参加していって、はい、できるだけ、まあ俺も経験あるんだけどさ、はい、できるだけ予選を一緒に戦った人間だとかさ、うん、そういう大会に一緒に行った人間っていうのは、はい、やっぱ気心も知れて、うん、早くチームになりやすいんだよね。なるほど、その一体感っていうか、そうそう、まとまりね、チームとしてのまとまり、うん、はい、だからまあそれもやっぱり稲葉監督は多分考えたと思うんだよ、うん、近藤と栗原って大体同じような成績なんだよね、はい、この2人っていうのは第三の捕手、うんうんうん、キャッチャー、はい、第三の捕手と一緒して考えてるわけ。なるほど、まあ、もしもこのキャッチャー2人に何かあった時、そうですね、まあ、2人ともキャッチャー出身だからね、はい、だけどこの2人は俺1人でいいと思うんだよ、どっちかで。ああ、なるほど。でどっちかで、まあ、ここを補ってもらう、最終的には、うんうん、そしたら1枠は空いて佐藤と近藤が、あ、近本が、はい、佐藤と近本が入ってこれると思うんだよ。うん、だからまあこの選ばれたメンバーに対しては全然文句もないし、うん、頑張ってほしい。本当に俺もアテネでね、金メダルを目指して銅メダルに終わったけど、はい、まあ、そういう思いをもう絶対してほしくないし、うん、ましてや東京だし、頑張ってほしいと思うんだけど、はい、なんかこういう漏れたメンバーたち、なんかちょっとかわいそうだなと思ってさ、うん、絶対入れる資格が全員あるんだよね、はい、だからなんかこう特にこの先発ピッチャー宮城、柳、この変則のピッチャー2人、まあ2人もいらないけどね、どっちかでいいと思うんだけど、うん、キャッチャー、まあ、相澤が怪我したことにより、まあ、梅野か森で、もう本当に不思議なのは岡本が外れたっていうのが俺も不思議だし、でやっぱ佐藤は将来的には日本、ジャパンを背負っていく人間でもあるし、でここは経験としてでも、うん、内外野もできるということでもやっぱり入れてほしかったし、うん、で近本はやっぱこう足が使えるしリードオフマン
また勝負どころで打つということから考えるとやっぱこう入れてほしかった、うん、だから第3の捕手、ね、を考えた時に、まあ、この2人も選ばれて当然な選手なんだけど、はい、だけどなんか1人でどっちかを入れれなかったのかなっていうふうなことはすごく感じるんだよね。もうメンバーの数が足りないですね、うん、まあ24人だからさ、ね、まあ、アテネの時は24人でもう平らにしてシーズン飛べないから1チーム2人っていう制約があったんだよね。それもなかなか厳しいですね。オセロゲームみたいになってたから。でも今年の場合は東京でやってシーズンも止めるっていうことだから誰を選んでもよかったと思うんだよね、はい、だから誰を選んでもよかったっていうのはそらね、やっぱ選考っていうのはすごい迷うし、やっぱ入れてやりたいなっていう情もあるしね、はい、まあ、まあ勝負ごとに情っていうのが一番マイナスに働くんだけどさ、はい、だけど俺はこの漏れた選手たちは入る資格はあったなっていうふうにね思うよね、うん、まあ、この今書かれてるメンバーの人以外にも、うん、例えば怪我で離脱していたとか、今まあ千賀とかね、そうですよね、とか、まあこの前復帰して今永投手とか、あ、今永 もうちょっとどうなのっていうところから、いや千賀今永が元気だったら、はい、まあ今永は復帰したけどね、ちょっと、まあ、うん、時期的に間に合わなかったっていうことがあるにしても、うん、はい、その2人がいたらまたこのメンバー編成は変わってたし、ね、まあ、タイミングというのもありますよね、うん、でも宮城は今年本当にいいからね、柳も、うん、で左の変則、まあ、そういうことを考えるとさ、もうキリがないけど、はい、だけどこのメンバーたちはね、まあ、全日本は応援してくれるとは思うけど、はい、なんか俺は七不思議に思った選手たちばっかりなんだよね、はい、うん、だけどメンバーが決まったわけだから、はい、これから怪我とかあったらもう差し替えになってくるけどね、はい、他の選手と、だからこういった選手たちが入ってくる可能性もあるし、はい、うん、だから準備だけは怠らないで、うん、しててほしいしね、はい、金メダル目指して、まあ、東京でやるから、まあ、頑張ってほしいと思いますよ、はい、東京でっていうのがまた ね、はい、そうだね、皆さん応援もしやすいと思いますし、はい、うん、楽しみですね。もう応援します、期待してます、はい。